日本秋田県北秋田市伊勢町伊勢町は、秋田県北秋田市高野市地域にある地名。郵便番号は018-3314。当地域の人口は392人。住居表示実施済み。伊勢町児童館周辺北秋田市北部中央、高野市市街地の南東に位置する。伊勢町の面積約半分を、秋田県立秋田北高高等学校が占める。大部分は、 住宅地で周辺の地域と比べて、道幅が狭い。生端中央を西に向かって、都市計画道路農林高校中大戦が走る。北は坂へ、東は高の巣穴西石の巻、南は当石の巻、西は朝日町、宮前町、あたご下に隣接する。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 国勢調査による世帯数と人口の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。最寄り駅は、松葉町にある JR 東日本大本線、高野瀬駅と隣接する、秋田内陸縦貫鉄道は北内陸線、高野瀬駅である。当地域をバス路線は通っていない。最寄りバス停は、北秋田市民、ふれあいプラザ前と宮前町団地前。 秋田北高高等学校生運良周辺、ありがとうございます。